冷えたあれは、飛鳥時代から、奈良時代にかけての人物。古事記の編纂者の一人として知られる。冷えたあれについては、古事記の編纂者の一人ということ以外はほとんど、わかっていない。同時代の、日本書紀にもこの時代のことを記した、俗に本記にも記載はない。古事記の序文によれば、天武天皇にとねりとして使えており、28歳の時、記憶力の良さを見込まれて、定期、 九時等の招集を命ぜられたと記されている。元明天皇の代、御事の理により、王の安丸郎が、あれの称するところを出録し、古事記を編んだ。時ありとねり。正冷えた、明あれ、年瀬二十八。ため人相明、旅目小口、質のみ、六神即、直後あれ、礼、招集抵抗日刑及び、仙台九字。その時、 一人のトネリがいた。生は冷えた、名はあれ。年は二十八歳。聡明な人で、目に触れた者は即座に言葉にすることができ、耳に触れた者は、心に留めて忘れることはない。すぐさま天皇はあれに、三角皇、引月と、仙台九児を招集せようと命じた。インベシア町では、宇治床の書流であり、雨の渦め命の末場であるとされるが、小島系図では、 宇治との僧、久さし各日がた命三世今後の久さし各く騎名とし、石部公や、駒神人部と同族であるとしており、宇治との僧猿田彦とすることも、鎌倉時代以降の過剰とみられる。通常、トネリといえば男性だが、江戸時代に、冷えたあれは女性であるとする説が提起された。民族学者の柳田国を、神話学者の西郷信津ならも、同説を唱えた。 その根拠として、冷えた死は、雨の渦め命を始祖とするサルメノ君と同族であり、サルメノ君は、巫女や、女寿として朝廷に仕える一族で、あれは、巫女の故障である、ということがある。例として、高齢天皇の日の一人に、糸見、夜朝、遠くにあれ姫命がいる。近年、梅原武氏が、古事記の大胆で不遠慮な書き方や年齢などから、冷えたあれは、 藤原不妃との別名ではないかとの説を唱えている。また、あれを、中富のいわれの孫とする経図もあり、それによると、中富の勝る会の兄弟の中富の忍ぶ率の、ことされる。冷えたあれ自身その羊や実績に関しては、謎が多く、実際には架空の人物、もしくは実在したとしても、古事記返纂に、何の関わりもないとする説がある。実在性に関して、 冷えたアレイは死が冷えたで、名がアレイであるのならば、7世紀後半を生きた時代のトネリとして、その性が何であったのかが最初の問題となる。以下の点が指摘される。ありがとうございます。